ミルキッズクラブ、ミルキッズクラブの時間だよ。こんにちは、ほどちゃんです。はじめまして、シオンです。イナです。よろしくお願いします。今日は新しいミルキッズが遊びに来てくれました。よろしくね。それじゃあ今日は初めましての2人とドン、ディズニーキャラクターのファンファンアクアドームで遊びたいと思います。それじゃあ早速作ってみよう。じゃあ公開か。かわいい。キャラクターいます。イエーイ。いろんなアメちゃんとかもあります。アメちゃんシートも入ってます。うん、こんな、これがこれがケースです。ちっちゃいの、ちっちゃい、ちっちゃい受け皿です。ラメです。ラメなんだこれ。ラメ、カップです。混ぜるカップ。これは何だっけ。ジョーゴ。ジョーゴです。かき混ぜ棒のスプーンです。シールです。洋服とか、かわいい、かわいい、これかわいい。中身はこんな感じやしてます。こんな感じになってます。では、この中から順番にデコパーツを4つ選んでください。はーい。そうそうそう、今バランスを考えてね。さあ、どういうチョイスかな。4つだよ。リナが選んだのはこちらです。おー、私はこのマリーちゃんにしました。あと、マリーちゃんは音楽のイメージなので音符を選びました。なるほど。あと、このお花2つにしました。早速作っていきます。イエーイ。まずはベースにパーツをつけていきます。そうだ、ね、多分これ4キャラ入んないんだけど。はい、透明プレートにこちらのシールを貼っていきます。わーい、ナイス。いいよ。なんて書いてるかわかんないけど英語のやつを貼りました。ビューティフル、ビューティフル。マリーちゃん、かぶせるのでぶつからないように配置してね。見えなくなっちゃった。あ、ミニちゃんも変えます。やっぱりね。プレゼントの箱とドーナツにします。私で選んだのが変わりましたね。よく大きさを見てパーツを選ぼうね。はい、はい、できました。こんな感じにしました。次にドームをかぶせます。おい、いいかな。待ってください、釣れました。やっぱね、まあ大丈夫でしょ。ワンルームに2人は大変だね。ワンルームで、あ、押せました。入りました。おー、イエーイ。それではラメ水を作っていきます。ビーカーにラメジェルを入れて少量のぬるま湯を入れて溶かします。ジェル溶けました。それでは目安ラインまで水を入れてスプーンでよく混ぜます。ここまで、はい、混ぜて。作ったラメ水を錠を使ってドームの中に入れていきます。水がこぼれてしまう場合があるので受け皿の上で作業します。どっちからやる。そう、一人分だから。はい、あ、じゃあじゃんけん。最初はげ、じゃんけんぽん。はい、じゃあゆなちゃんから作っていきましょう。じゃあやっていきます。はい、やっていい。夜だから錠を、あ、俺垂れちゃいました。これを水を入れたら蓋をします。このシールのどれかを貼っていきます。わー、これで完成で
しいよね。よし。お。完成。じゃあ、出来上がったアクアドーム、ポイントを最後に聞いてみましょう。じゃあまず、しおさん。このマリーちゃんがピアノはないんだけど、音符が好きなように見えたから、音符を置きました。なるほどね。じゃあ続いて、ゆなちゃん。ミッキーとミニーちゃんは、もう結婚してるので、ミニーちゃんの誕生日にミッキーがケーキみたいのと、あとプレゼントを渡してる感じにしました。物語ありますね。それじゃあ次はこのアクアドームのキットにあるものを加えてオリジナルのアクアドームを作っていきましょう。あるものって？それはね、じゃーん、チョコエッグ。わー、知ってる、知ってるんだね。それじゃあこのチョコエッグを開けて、このイメージに合ったオリジナルのアクアドームを作っていこう。わーい。絶対同じの出る可能性があるんだよね。いきまーす。開けていきます。1個目。何が1個目？チョコエッグか。あ、チョコエッグ久しぶり。おお。開けていきましょう。割れてる、確かに割れてる。おお。生まれた。卵がピンク色の箱に入っています。入ってます。まず1個目開けていきます。音ない、音ない。ないですよ。こんな感じでした。私が出たのはトンスケです。トンスケ、開けていきます。おっ、おっ、おっ、いきます。出ました。開けます。おお、なんだこれは。トランプ、トランプ、トランプ、うん、大統領。いや、違う、違う。トランプ出ました。開けていきます。おお、あ、きれい、あ、すごい。お、白うさぎが出ました。はい、ちなみにラインナップはこんな感じです。今回は残念ながらシークレットは出ませんでしたが、みんなはチョコエッグでシークレット狙ってみてね。そのチョコは後で美味しくいただきます。ではこの中から一つ選んでください。はーい。これ。まあ取ったからね、自分でね。はい。顔見させて。顔見て。じっくり選んで、みんな同じような。あ、私はピンクが好きなので白うさぎにしました。ではこのキャラクターと買ってきた飾りを使ってオリジナルのアクアドームを作っていこう。そうだね。カチッとはめました。で、ここにセットします。これ、取れちゃうけど、取れちゃう、取れちゃう。ついた、かわいい。最後どうしようかな。ここ、ちょいちゃん、ここ、うん、倒して、こんな感じに貼りました。こんな感じになりました。いや、冷たい、冷たい、やめて、やめて。あ、詰められた。こんな感じになりました。どうも、かぶせます。あ、入るの。あ、やばい、ドームが斜めで超傾いてる。超傾いてる。そよ。こんな感じになりました。ではまたラメ水を作っていきます。はーい、はーい。よし、混ぜよう。大きいから。ラメ水入れていきます。おー、うん、あ、苦しい、苦しいよ。私はでも笑ってるよ。笑ってる。濁った。あ、でも宝石めっちゃ綺麗に、ちょうどいいんじゃない。こんな感じです。あ、見える。どう、あ、
大丈夫大丈夫。はい、あっちに対応したい。下の方が重みがある。あ、いた、いた、わあ、二人ともよくできたね。じゃあちょっとポイントを聞いてみようかな。じゃあ今度はしおんちゃんに行きましょう。はい、どうぞ。ミッキーが寂しかったからこの冠をかぶせてあげて、なんかかっこよくしました。なるほど、かっこいいミッキーできました。では次はイナちゃん、どうぞ。白ウサギは水色と赤とあと白があるので、うん、海の中みたいな感じにしました。あ、なるほど。妖精、妖精みたいです。ねえホトちゃん、アクアドームの中に入ってみたい。じゃあ2人の作ったアクアドームの中に入って遊んでみよう。イエーイ。じゃあ行くよ、せーの。ゆなちゃんのアクアドームにも行ってみよう。行ってみよう。わあ、おっきいウサギがいるね。うん、おっきいね。ねえねえ、反対側にも行ってみよう。うん。わあ、大きいハートがいっぱいたくさんある。ゆなね、ピンクが好き。私は青が好き。そういえば、ホトちゃん、どこ行ったんだろう。まあ、いっか。そろそろ戻ろうか。うん。せーの。じゃん。疲れた。疲れた。楽しかったね。楽しかった。ミッキーちゃんが可愛かったぞ。ヒロウサギくんがね、泣いてた。今日はディズニーのファンファンアクアドームで遊んだけど、二人ともどうだったかな。うん、楽しかった。お、ヒロウサギとかいろんなキャラクターがいっぱい出て楽しかった。そっか、いろんなのがあって面白かった ね。 ね、うん、いろんな飾りとかもデザインして、いろんな白ウサギとかいろんなキャラクターにできたから楽しかった。みんなもファンファンアクアドームで自分だけの可愛いアクアドームを作ってみてね。オリジナルのアクアドームにも挑戦してみよう。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもお願いします。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。 Twitter、LINE@、Instagram、Facebook もやっているので、ぜひチェックしてください。